シンドル紅茶、なんやこの決体な色、まさか毒か。どうかしましたか。ケンゾー、お前エミに何したんや。ああ、そういうことですか。どういうことか説明せ。しょうがないですね。面白いものを見せてあげましょう。よく見ていてください。色が変わった。そしてこうすると元の色に戻った。ぜ、こんなんどう見ても毒やないか。聖地君も飲んでみます。これを飲めば今すぐまどかさんの元へ行けますよ。やめ、なんでこんなことするんや。エミはお前のこと信頼しとったのに。はあ、よく寝た。はあれ、なんで泣いてるの。なぜでしょうね。